Hello everyone, I am やよしの。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、今週のデイリーレスビーやっていきたいと思います。舞台は京都ドライビングパーク山際ですね。ということで、今回も GTR GT500 行きたいと思います。GTR GT500 1位取れるかどうか不安ですが、行きたいと思います。では、レーススタート。デイリーレスビーコース、京都ドライビングパーク山際、行きますか。いい位置につけていますからね。5番手スタートやろうか。どんなレースが待ち構えていますのか楽しみです。行ってきます。3、2、1、スタート。今週のデイリーレスビーよろしくお願いいたします。最高にレースしよう。さあ、まず押さえていきます。さあ、 GTR が GT500 が GTR 18年式の GTR に勝てるかどうか。さあ、加速力はいい感じのはず。では2周目。まあ、ここからディフェンスだが、ぶち切れるか。GTR、GT500 にいいところを皆様光の人たちに見ていってほしいのですよね、ぜひ。GTR、GT500 が戦えることを、ぜひ見せたい。さあ、昔の GTR、GT500 は18年式の GTR とバトル。危ない危ない、ここで抑える。ここで抑える。果たして大丈夫なのか、これは。3周目か、3周目。
いや、ちょっと遠すぎだ。遠すぎる。4周目。危ないところをしっかりと押さえて行く。安定感はしっかりありますからね。さあ、ファイナルラップ。少し近づいている感じはあるものの、なかなかペースが縮まんないな。いけるじゃない、いけるじゃない。いけなかったか。さあ、ファイナルコーナー。あー、まあちょっと、まああれかな、順位ちょっと5位守りきれたのちょっといいかな。ちょっと抜かしたかったんだけどまだまだ修行あんのみってところですね。次の GTR GT500、 いい順位でファースト取れたらいいなと思っています。まだまだ修行が必要だこれは。はい、というわけで今週のデイリーレース B やってきました、京都ドライビングパーク山際でいいのかなということで、まあ安定感とね、ちょっと加速性能はやっぱりピカイチだと、まあ、GTR GT500 では500はやっぱり安定性と加速性能がピカイチだとやっぱり個人的に思っています。まあなのでこうファーストとかでの景色あんまりちょっとわからないのですけど、あの GTR GT500、 この R34 GTR GT500 が、まあ、どこまで耐えきれるのか、まあ、ただ GTR ニスモ GT3 との中2周目こうファイナルアップを見てみますと、ファイナルアップまああれでね結構縮めることができるというのはまあ分かってきた感じはします。なのでどこかでちょっとチャンスが来ると信じきりたいなと思っております。なので次の GR3 もう次のね GR3 のデイリーレース B どんなレースが待ち構えているのか、いや全て読んでみようか次のデイリーレース B どんなレースが待ち構えていますのか楽しみです。
Thank you for watching. ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録&グッドボタンをチェックよろしくお願いいたします。チャンネル登録をさせていただきますと通知が届きやすくなります。Twitter や Instagram などのフォローをよろしくお願いいたします。光の人たち、また会おう。See you again on the next stage. See you.